皆さんこんばんは。このお時間です。え、ちょっとそっち行け。ちょっとそっち行け。あ、キャプテンさんありがとうございます。こんばんは。10秒前です。はい。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームの時間です。はい、はい、今日お届けするのはユニット系のカント、タキと、ヒロキです。よろしくお願いします。、はい、今日もテンション低くいくかと思ったら上げましたね最後ね。いえいえ、はい、尻上がりってやつです。尻上がり。、はい、こちらの放送はサイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。ホームページの方のですね、リスンラジオ、というボタンを押していただいてですね、そこから全国の放送局から九州沖縄を選んでいただいて、その中からまた FM ギノワンというところがありますので、そちらを、押していただくとですね、このラジオでお聞きになっている皆さんと同じ放送を、聞いていただくことができますので、よろしくお願いします。スマホでお聞きの場合は無料アプリ、こちらもリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。ということで今日は洋楽2回目。2回目はい、はい、ね、いつもひろきさんに何の縛りもないっつってね、怒られるんですけどね。何の縛りもなく洋楽の2回目。洋楽、はい、洋楽じゃなければ何でも OK みたいな。そうですね、花火が上がってる。洋楽やった。ツイキャス早速花火が上がってますけどね。ありがとうございます。洋楽2日目行ってみたいと思います。じゃあもうとりあえず CM から行きましょうか。はい、はい、ブルガリさん来たぜ、ラブホから俺参上、なんでよ。待ってたぜ、キャプテンさん2回もありがとう。大吉さん、こんばんにゃ、キャンバニャ、こんばんにゃ。キャプテン、こんばんは。ブルガリさん、結構リチギーな人。ちょっとストリーム、万歳なのか、それともこれは漫才と読むべきなのか。だからもう絵文字合戦ありがとう。ありがとうございます。皆さん最高。最高だ。ガンガン来てる。プリン体がゼロということは飲んで太らないのかと。通風にいいとかじゃないですか。あ、そうですかね。通風に、通風にいいね。うちのおじさんは痛風になったからって言ってプリン体ゼロのビールを20缶飲んだって言ってました。ちょっとどうかなと思ってプリン体入ってなければいいってこと。うん、でもって言ってもわずかに入ってるんじゃないですか。あ、カロリーゼロでも、なんかあるじゃないですか、5キロカロリー100ミリで5キロ以下だったらゼロって表示しているとか。そう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 、要は 0.00 ってやってるのが、はい、その下は 0.009 かもしれないですね、はい、なんかわずかに、うん、あるんで20杯ぐらい飲んだらさすがに缶2杯分ぐらいあるんじゃないですか。花火がすごいぞ。すごい、もうたまやーって、もう花火大会になってますねこれ。クラッカー&打ち上げ。どっちにしても打ち合いな。うん、きれいきれい。D、今日はご機嫌だな。始まりましたけども、今日もね洋楽募集しております。はい。ね、ユーストリームとかですね、あとラジオでお聞きの皆様、リクエストの方はですね、数字で797@fmginowan.com、数字で797@fmginowan.com、FM ギノワンはですね全部。アルファベットの小文字でお願いします。
こちらの方にですね、リクエストいただけたらですね、かけれるかも。かけれるかも。かもですよ。先週結構、ね、ライブラリーあれば、はい、いろいろ出ましたからね、マイケル・ジャクソンだったり、はい、ホイトニー・ヒューストン、うん、何やったっけ。お前クイーン流しただろうって。あ、クイーンもありましたね、はい、クイーンとかもね、ありましたんでね。でまたまたあのツイキャスの方でもね、どんどんリクエストお願いしたいと思います、はい。でですね、こちらでですね、一つお知らせなんですけども、こちらちょっとストリームスポンサーさん、タサドファームさんがですね、ちょっと今回お引越しするっていうことで、うん、今中城のね、うん、荒垣ですか、うんうん、あちらの方にねファームがあるんですけれども、そこからですね、うん、どっかに引っ越すと。どっかに引っ越すと。そう、どっかに引っ越すと、ということでね、お知らせがありましたんでね、お伝えしておきます。引っ越し先確か決まってるんですけどね、場所はっきり分かり次第またご連絡したいと思います。それからもう一件、こちらはですね、これは何て言えばいいな、2017年の6月17日、まあ、来月になりますけれども、来月ってもね、今週からもう来月になるからね、6月入りますからね、うん、来月の17日土曜日、コザですね、沖縄市のおとらくコザ劇場で、木梨昇吉さん&セレブレーションライブというのがあります。ライブのスタートが、20時、午後8時ですね。ライブスタートが20時から、チャージ、こちらワンドリンク込みで3000円ということで、今回はですね、何がいつもと違うのかというと、木梨昇吉さんのバックにですね、元コンディショングリーンの新規さんですね、ギターで新規さんが入られてます。ね、キーボード石岡さん、ベースが牧師さん、ドラムが上原さんで、まあ、もちろんボーカルは木梨昇吉さんということでね、木梨昇吉さんとセレブレーションライブというのが6月の17日土曜日、おとらくコザの方で、ありますので、もし、気になる方はね、ぜひおとらくコザの方にお問い合わせいただければと思います。で早速ね、今週の洋楽、うん、じゃんじゃん入ってきてますか。じゃんじゃんだけどリクエストはないな。あ、コインいっぱいいただいてます、ありがとうございます、ね、今週も早速ね、コンティニューコイン、すごいすごい、いっぱいありがとうございます。ラジオを聴きの皆さんにはね、このコンティニューコインって意味がわからないと思うんですけれども、うん、5枚ツイキャスっていうね、うん、放送をしてます、映像付きのね、うん、させていただいてるんですけれども、こちら、30分っていう時間があるんですよ、1回放送配信始めるとね、うん、これがですね、コインが5枚貯まるとなんと30分延長、お、ね、もうコイン貯まりました。1時間番組だったら、キャプテンさんありがとうございます、うん、1時間番組だったら、途中でねツイキャスが切れることがない、ずっと続けて見れるということでですね、来たぞ来たぞ、はい、そこで早速リクエスト来ました。ブルガリさんからのリクエスト、ケニー・ロギンスのデンジャーゾーン。これデンジャーゾーンってもしかしてトップガンかな。さあどうでしょう、ありますか、ね、早速来ましたけどね、トップガンいいよね、いい、うん、トップガンいいですよ、トップガンはね、トップガンだったらですよ。うん、いや、うん、だったらもいいんだけど、トップガンの歌もいいよなと思って。歌もいいでしょ、うん、ね、あれね、エンディングも最高なんですよね。さあ、それでは準備できたようなので、ブルガリさんのリクエスト、ケニー・ロギンスのデンジャーゾーン。かしい。ブルガリさんはラブホで延長。木梨さん有名ですやん、有名なんですけどね、最近の20代の子に聞いたら誰ですかって言われました。あのタイガーのリオがいるでしょ、うん、女の子ね、うん、でリオに普通にこう話してたから、あの小吉さんのさって、あの木梨小吉さん分かるでしょって言ったら、え、誰ですか、有名な人ですか。多分僕的には有名だと思うんだけどね。まあ議員さんもやってたしね、議員さんもやってたし、まあ花とかね、もう世界中で歌われてますからね。ああ、まあ AKB ファンさん、こんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます、ございます、
こんばんは。君がトップガンだった。いいな、ラブホでトップガン。最高だな。スケップマーティンなんか出てきます。じゃあケアレスでお願いしていいですか。はい、大吉さん、いいね、ダイアナキング聞いてるかよ、お姉さん。うん、耳塞いでるか聞いてないだろ。いや、聞いて、なになに、ダイアナキングリクエスト。おお、あれ、ダイアナキングあかりよ。キャロルキング。あ、キャロルキングね。うん、It's ready you。 お、聞きたいな。書くの持ってくの忘れた。AKB ファンさん、なんかリクエストあったらお願いします。今日は洋楽、今日も洋楽です。ダイアナキングのシャイガイ、キャロルキングの、うん、It's ready for you。 うん、いいね、なんかこの頃の曲を聴くと元気になる。はい、何でしょう。曲開けます。そうそう、ああ、開けた。さあ、一発目から元気のいい曲聴きましたね。うん、私好きなんだけど。はい、好きなんだけど、あのこれも聞きたいなと思って。これも聞きない、吐息のように。え、何ですかそれ。だからトップガンの。ああ、え、これもってどこに書いてあるの。いやいや、これもじゃなくて、トップガンの愛は吐息のようにも、あれもいい歌だなと思って。ああ、そうなんですね。うん、まあ、いろいろあると思いますけど、うん、僕ここで一曲 CM の曲流していいですか。どうぞ。ね、ちょっと宣伝になりますけども、どうぞ。ええ、今度ですね、うん、7月の1日になりますけれども、あ、はいはいはい、はい、那覇の、うん、エイリーディスコ、ディスコ、ディスコエイリーで、まあ、昨年、から今年にかけてね、全国ツアーされてますスキップマーティンが、うん、またライブをされます。はい、で今回ですね、まあ、沖縄県内もね、去年からずっといろんなところ回られてましたけれども、スキップマーティン今回の7月1日のライブをやって、しばらくはまたちょっと日本には来れなくなると、うん、もちろんその後ね、沖縄最初で北海道やったり、ね、西日本回ると思うんですけどもね、はい、うん、それで、まあ、しばらくはちょっと見ることができなくなる、聞くことがね、ライブで聞くことができなくなるんですけれども、そのライブが7月1日エイリーで、ございます。はい、ですね、オープンが19時で、ライブのスタートが20時、うん、でこちら2部になってまして、一部がスタートが20時で、10時にもう入れ替えてしまって、うんうんうん、でそれから、10時以降はですね、通常のディスコタイムということになって、次のスキップの登場は25時、うん、まあ、要は深夜1時ですね、はい、になるということなんですけれども、うん、まあ、一部の方は完全にスキップのライブライブライブです、うん、二部の方はディスコでやりながら25時に、
何曲かスキップが歌ってくれるようなそんな形になってるらしいです、はい、でこのライブ今回ですね、まあ、あのしばらく会えなくなるということもありまして、すごいのはですねエイリーさんチケットがですね一部のチケット3,000円なんですよ、うん、限定80名の3,000円なんですけれどもフリードリンクなんですよね飲み物代いらないんですよすごいよね、ええ、飲み放題そうです泡盛と、うん何でしたっけカクテル5種カクテル5種とソフトドリンク、うん、はい、うん、これに関してはもうフリードリンクになってますで3,000円安いよね、うん、チケットだけでも3,000円で安いのにね、うん、ええ、レッドカーペットですからねあの人ね、うん、そうですそうですもう去年から言い続けてますけどレッドカーペットのアーティストですからねあの人ね、うん、そう本物のねなんていうのかなライブ聞きたい方ぜひお早めにですね、ひろきさんのあひろきさんじゃないまあ、まで FM 小田さんでもいいんですかねどうでしょうちょっと難しいか、FM、ギノワンさんいや FM ギノワンさんごめんなさい失礼しましたちょっと、はいはいね、あのチケットのお問い合わせ、まあ、僕直接知り合いの方は僕に言ってくださいでそうでない方はエイリーさんうんね、那覇のエリさんの方にねお問い合わせいただければ残り状況とかもね分かると思いますので、ぜひぜひ、早めにお問い合わせをお願いいたします僕が持ってるチケットも残り4枚になりましたのでね、はい、じゃあそこで1曲スキップマーティンの曲を聴、いてください、ケアレス スウィスパーもいいないっぱい出てくるね、うん、でもあのダイアナ・キングもいいよね、うん、シャイダイ、うん、ダイアナ・キング・シャイガイとマライア・ゲリーの Joy to the World、うん、お2曲続けていきましょうか、うん、聞きたい聞きたいね、うん楽しいね、うん、だってさ、うん、まあ好きなのってついつい同じの聴いてしまったとかそうじゃん、うんうん、でいっぱいあるからなかなか他の曲聴けなかったとかするじゃん、はいはい、いっぱいあるからさ、でリクエストもらうとあ、うん、こういういい曲もあったんだよねってねそうそう、うん、嬉しいですそれいいよねブルガリさんどうでしょうラブホにぴったりな曲でもトップガンですからねブルガリさんはね、うん、何言ったかいい感じうん。ひろきさん、これある程度今度歌が切れたらフェードアウトで。あ、はい。で、ダイアナキングとマライアキャリー。あ、いいね。ありがとうございます。ダイアナキングとマライアキャリー。はい。ダイナキングのシャイガイ。あ、大事さ。そのまま行きます。うん、一旦喋り入れて。ハラビいただきました。お茶もいただきました。あ、本当だ。ありがとうございます。ハラビ綺麗だよね。花火はこの単純な絵なんだけど綺麗だよな。綺麗綺麗。この花火を作った人に会いたい。うんうん。これこういうどうでもいいとこ気になるんだよね。うん。これキャス君っていろいろあるのかな。
おお、あ、こういうのもあるんだ。白クマさん、はい、面白い。はい、ということでね、うん、この今7月1日にディスコエイリーでライブがあります。スキップマーティンさんの曲、キャレスを聴きいただきました、ね、ぜひぜひね、うん、みんな行ってください、ね、僕も行きますけどね、うん、でもすごいよね、うん、こうなんて言うんだろう、はい、さすがレッドカーペット、まあ、さすがレッドカーペットですよ、うん、完璧だし、うん、このライブの時の姿が若い。今回のライブはね、あの還暦ライブなんですよ、ね、日本語で言えば、うん、還暦ライブってされるんです。だから皆さん一箇所どっか赤いものをつけてね、いらしてくださいっていうことなんですけどね。そうなんですけれども、うん、ライブやってるあの人全然還暦に見えないからね。見えないね。この間本当にね、1メーター2メーターぐらいのところで、うん、ライブを見させていただいたんですけども、同級生ぐらいと思ったからねあんま年変わらないんじゃないかと思ったけど。待って、スキップが若いのか、あなたが老けてるのか。いや、ね、僕から見てのあれですから他の人が見てから同級生じゃないって言われたわけじゃないですよ、はい、僕の実年齢から言っての同級生ぐらいじゃないかなっていうやつなんで、うん、要は30代後半とかね、40代前半ぐらいのね、うん、そういう年齢なんじゃないかっていうような。でも本当若いよね。感覚だったんですよ、うん、ね、ライブが終わったらね、普通のいいおじさんでした。そうだよね、うん、本当にフレンドリーなね、とってもね、でしたでした。まあ、その間にもね、いろいろね、リクエストいただいております。なのでね、こちらの方もお届けしていきたいと思います。まずは猫の大吉さんのダイアナキングのシャイガイ、お送りしたいと思います、うん。言ってます。僕が言ってるわけじゃないです。なんということだ。なんということだ。すんげえ面白い話を何もしてないなほぼ無言だったのキャプテンさんありがとうございますは一生懸命作文を書いております曲が終わるまでに
作文ね作文というかカンニングしてます、はい、カンペ作ってます。まさにカンペ作ってるんですよね、うん、あ、そうそうそうこんな人たちもね来てくれたらいいですよね。そういえばねダイアナキング僕が20代、うん、21あ20うん本当20 20歳ぐらいの時は、うん、イスラエル人の友達がいまして、うん、はい、ええ、まあ、とても綺麗な方だったんですよ、うん、あ、女性？女性ですよ。おや、でこの方が、うん、他の人にね、うん、ダイアナキングに似てるって言われて嫌だったらしいんですよ。なんで？あの頃のダイアナキングってもうほら坊主みたいな感じで、坊主じゃないけどあのチュルチュルの感じで、わかったわかった、うん、うん、でジャケットとかそんな感じでやってたじゃないですか、うん、で、やってたんですけど彼女としてはそれが納得いかなかったみたいで、あ、そうなんだ。でそれを言われて CD ショップで見せられてね。はい、じゃあマイクあげます。はい、あ、続けていきます。いや、いいですよ。じゃあ一回マイクあげます。はい、ね、うん、ダイアナキングどうね。いいねいいね、本当か。いや、久しぶりに聞くから。聞いてた聞いてた聞いてた。ああ、本当久しぶりですよねこの曲もね、うん、まあここでね、これメールですかね。メールをいただいております。菅さん、タッキーさん、ヨナミネディレクターさん、こんばんは。僕は夜に愛車で一人で運転している時にジャネット・ジャクソンのアゲインを聞くとジーンときます。リクエストお願いします。南の島の海賊船の船長さんから。 ありがとうございます、ね、僕が詰まってるのはですね、僕が読み切れないんじゃないんですよ人のせいにすんなってじゃあちょっと、ね、前後しますけども、せっかく、初めてリクエストいただきました南の島の海賊船の船長さん、ジャネット・ジャクソンのアゲイン、今いきますかね。はい、お聞きください。ジャック・スパローからだなってまさしくドネス・ミレーズ・セーズ・ベース・フォー・ラストはいい曲ですよ。うわ、みんなよく知ってるなぁ。ね、うん、英語や、ジャネット・ジャクソン。そうですね、マイケル・ジャクソン行ったらジャネット・ジャクソン行かないとね。うん、ん、最近なんかあったんじゃない、ジャネット・ジャクソン。最近なんかあった、毎日何か起きてると思うよ、彼女には出産されたんじゃないですか。え、マジで。確か50歳ぐらいでだったよね。え、はい、待って、どこでそれ見てるニューステレビ見ないからニュースが入ってこないんや。そうですね、ええ、あ、出産したにゃって、大吉さん、うん、え、だから、いや、単純にいくつっていう話だよね。うん、すごいね。そう、うん、痛いですね1月3日、今年の1月3日みたいな。本当に Joy to the world かな。勉強になるね。うん、44歳の俺もさっきトイレで大王出産したばかりご苦労様ですねえ、一仕事ですよ、ね、おしゃれな隣の猫に最高さそれ悔しいななんかツボ押してるな猫に先越されたら悔しいよ、それはマジかって話だよね。でも猫すごいよね。なんでお前俺より先にみたいな納得いかん、ね、ちょ、どこでよみたいなはって相手はってならない、あ、ならない特定がするなんか
ジーンとくるのがわかるんですね。うん。1000グラムって1キロですけど大丈夫ですか？D がちょっとニヤってしてますよ。1000グラムは重かったでしょう。ね、ちゃんと流れたかなっていう確認が必要なクラスだね。危ないかも。1000グラムからは気になりましたって。それでなったの。終わったらその CM 行きましょう、そのまま、はい、ええ曲ですな。ジャクソンやっぱり声綺麗だね。うん、だけど本当この人の声聞いてるとマイケルの声を思い出す感じだね。うん、すごいな。さっき入ってたのが Joy to the World はもう入ってるんですかね。はい、入ります。マライアキャリー、はい、次はこれに行きたいと思います。希望的にははい、先に言っといて、なんつったっけ、さっきのあホイットニーとマライアマライアの。あ、おお、ケーキ来たよ。あら、あ、また太るな。これまたこの間となんか違うケーキじゃね？これだったっけ？Joy to the World で、その後に When You Believe をお願いできますか。Joy to the World の後に、はい、はい、探してあげるわ。なんかここ歌いたくなるんだよな。ちょっとすみません、じゃあありがとうございます。いつもありがとうございます。こっちにも出るんだよ。あ、すごい、本当だ。ほら、ドーンドーンって気あったかい。これ誰？俺。え？10秒前。ちょっとストリームをお送りしておりますけれども、はい、今夜もね、皆さん、リクエストたくさんありがとうございます、そしてね、南の島の海賊船の船長さん初リクエストでした。ジャネット・ジャクソンのアゲイン、いい曲でした ね、 ね、ジーンとくるのがわかる。うん、ジーンとくるのわかるね。うん、なんかそのままどこまでも走っていきたい気になる。24時間走んなきゃいけないじゃん。うん、24時間ね、自分は走れんけどね、車でなら走れますよ。私でも走れるわ。あ、そうね。20時間結構きつい、途中眠くなるからね。まあそんなこんなねありますけれどもね。さあ今日はね、洋楽第2弾ということで、うん、ね、楽しいね。楽しいよ、楽しいですよ。まあそんなこんなでね、D も元気なんだと思いますけどね、ちょっと口数少なではありますけれども、いろいろとD ってでも今日なんかちょっと機嫌いいですよね。機嫌機嫌は変わらないですよ。本当？はい。良さそうに見える。機嫌は大丈夫です。いい。いつもいいですよ。静かなだけであって。ああ。はい。昔ね、よく学生の頃はね、保健室の先生にね、ちょっと機嫌悪いに帰りたいんですけどっていうね、ことを言って怒られたりしてましたけど、そんなことなかった。まあ元気だろうみたいなやつですか。うん、いやー、僕でもあんまり保健室のお世話になったことなかったので。あ、そうなんですか。そのまま直行する、はい、直帰。そんなに。小学校の時1回だけもう本当、あ、ダメだぐらいでこう担がれていったことはあるんですけど、それ以降はそんなにお世話になったことないですよ。あ、そうなんですか。保健室は。あ、僕なんかでも逆でね、はい、その、まあ、この間は別ですけど、はい、大体、あ、ちょっとなんか気分が悪くなりそうだなっていう時点で、はい、保健室に遊びに行って、意味が違う。あ、違う、それサボりたいだけ。そう。ええ、
そういう感じをね。ゆきさんは本当に具合が悪かった、はい、僕は具合が悪くなりそうだった、なるような気がした。そう、気がした。あ、気がした、気がした、ね、気がしただけ。ダメか、はい、はい、真面目にやりますさあさあさあ、じゃあね、あのリクエストたくさん入ってますので、次は、マライア・キャリーの Joy to the World をお聴きください。忘れた。終わったら曲だけに紹介していただければ。はい、はい、D はいじらなければただの そう、さっきのさ、あのダイアナキングの話だけど、うん、友達の、うん、で、まあ、彼女にもう分からないかな。あ、そうなの？どうやってコミュニケーションしてたの？あの怪しい英語で怪しい英語と、こんな怪しい英語こんな感じ。それってあの、ボディーランゲージってやつ、まあ、簡単にね、言うとね、そうですね。で、その頃手取り足取りシリアさんが、いや 手も取らんし、足も取らんけど、うん、どうにか通じるみたいな、ね。はい、で、シリアさんに、うん、行こうって言われて、うん、あの行って、うん、で、そのダイアナ・キングの CD を取って、うん、でダイアナ・キングに似てるって言われて、要はこういう感じですよ、うん、ね、ダイアナ・キングって言っても知ってるかどうか分からないでしょ、うんうん、しかもダイアナ・キングっていうのが人の名前だって分かってもらえるかどうかも分からないこうやって見せて、うん、似てるって言われる言うのよ、プンプンってしてたんですよ。で、それで I think so って言ったんですよ。分かる分かるって言ったの、うん、分かる分かるって言って、彼女が止まって、うん、あ、あ、ん、あ、ユウは、ユウキフルとか言いながらこのね、あの、やっちまったのを取り返すのに必死だったっていうまあ、英語下手くそだからこいつ間違ったんだなとは思ってもらえたと思うんですけど、あ、そういうエピソードがあったわけね、うん、そうです、そうです、イスラエルから来てましたね。ダイナキングとは、そう、うん、ダイナキングとは、ダイアナ・キングに似てる神だからね、住所も聞いて、あの、手紙を送ったら届くか、あ、送るからって言ったら多分届かないと思うって言われました。あ、そうなの？内戦がひどい時だとか。ああ、なるほどね、うん、はいはい、そうそうそう。でも外国って得てしてね、うん、いろんなの届かないよね、まあ、大体まともにいろんなの届かないって大変なことですけどね。ライアン・ライムズの How do I live は泣けるって言ってますよ。泣きたいな。バネッサ・ウィリアムズは女優さんです。ウィリアムズ兄弟は、え、あ、テニスプレーヤーじゃなかった、ああ、あのごつい人たち、あれウィリアムズじゃなかったか、あの人たちウィリアムといえばアンディ・ウィリアムズ、ウィリアム王子、そう、あ、そっちよ、あ、そうか、うん、ですね、ですね、そっか、When You Believe ね、うん、うん、で、ちょっと飛ばして、あ、うー、来たー、キャプテンさん来た来た来た、いいよね、これ最後に行こうか、あ、いいね、ね、うん、もう、私、歌いたいけど、みんなイメージを壊すからやめようね、うん、多分歌い出す瞬間、俺が黙れっていう頼むから黙ってくれ。でもローズってさ、シンプルでなんだけど難しいんだよ、うん、本当に一番難しい曲ですよ、うん、シンプルなだけに、あれはね、誰でも歌っていい曲じゃないですね、うん、本当にライブで歌ったらダメかい。ライブでね、歌ってね、ダメじゃないですけどね、練習しなさい、うん、あ、で、ひろきさん、そのまま続けてもらっても大丈夫ですか、次はどっちに行くんでしたっけ、マライアとホイットニーの When You Believe、 はい、はい、はあ、早いの、もうあと15分16分しかないの、そうなんだ、これか、かっこいいでしょ、うん、これ大好き、曲名わからなかった、お前結構知らないなって話で、いやいや、
だから先週聞きたかったんだこれ、うん、だけどいっぱいこれ受けてたから、うん、かっこいいよね、うん、これね何回もねずっと聞いてはいる、うん、CD も持ってて、あ、そうなの、うん、タイトル知らないお前何なんだろうね、うん今まだ何も入ってないですよね。まだ何も入ってないですよね。はい、入ってない。次の曲とか入ってないですか、ね。あ、待った。ザローズを最後かな。タキさん歌いながら遠慮はいらねえぜ、カモン。ありがとう。うん、よし、歌うぞ。でダメだったらダメ出ししてくださいね。あ、やっぱりいいかもって。お願いします。だよちょっと待って、そっから外に出てから歌え。隣の猫か。キャンディさん44なんだね。わあ、どれにしようかな。セレンスベースフォーラース。おお、ちょっとどうす、多分あと2曲ぐらいだよな。話入れたらね。たらもうせっかくだから大吉さんの How Do I を言って。で、ザ・ローズ終わりました。なんか1曲抜けてない？うん、1曲ね、こっちのね、キャプテンさんからもらってるのがね、うん、あるんだけど、うん、そしたらもう3曲連続で入れないとちょっときつくなるわけさ。あ、残り時間がね、うんうん、なのでせっかくザ・ローズも絶対行きたいから、ただ大吉さん How Do I Live は泣けるって来てるから、うん、ね、泣きたいでしょ。うん、そしたらほら、あの南の島の海賊船の船長さんも、うん、こういうそういう系好きなはずだから、うんうん、いいのかなと、うんうん、思いまして、ちょっと独断と偏見で聞かせてもらって、聞かせていただいて、ちょっとキャプテンさんにごめんなさいして、うん、ザローズ行きますよ、ザローズね、最後来週3行くとかで、そうだよ、来週だってもうどんどん出てくるでしょ。ねえ、もう食べ尽くそうか。いいね、食べ尽くそうかというか食い散らかそうかって感じになってる、ね、若干ね。で散らかすんかい。来週は、うん、来週は洋楽の元気のある曲、元気のある、はい、結構ほら先週と今週でちょっとバラード系いってるんで、はい、来週一回元気のある曲を挟んで、再来週また元気のない、元気のないじゃない再来週もかってだってこんなにいいのいっぱい出てくるんだもんね。しかもね、ラジオから聞こえてくる音楽っていいんだよ。いいんだよね、うん、それが思い出になったりするもんね。ね、うん、あ、来週の満腹第3弾にはよろしくお願いします。ねえ、またいっぱいいいのをリクエストくださいって感じ、うん、だってほら、今日ブルガリさん元気のように来たじゃん、トップガン、うん、ね、うん、だからあんな系でちょっと元気があるやつを、うん、6月1発目なんで、そうだね、ね、うん、うん、上半期のまとめ、全然まとめてないけど、うん、下半期も元気にいきましょうみたいな。次そのまんま曲でしたっけ、しゃべり、あ、しゃべり出て、はい、リクエストっていう紹介ですよ。じゃあまたあげます。はい、ね、どう、リクエストどなたでした？リクエストね、キャプテンさん、ジョイトゥーザワールド、そして、こちらはですね、なんだっけ、マライア・キャリーとうん、ホイットニー・ヒューストン、うん、ね、When You Believe、 マライア・キャリーとホイットニー・ヒューストンですよ。ホイットニーですよ。私的にってホイットニー・ヒューストンとマライア・キャリー、はい、あ、そうですね、はい、そっちが先になるね、はい、はい、2曲お聴きいただきましたけどね、うん、気持ちいいね、気持ちいいね、いいんですかね、もうこんなね、
放送してる側が楽しませてもらっていいのかなっていうのはありますけどね。おかげさまで。もう本当にね。ね。ツイキャスの方も大変たくさんいっぱいいただいてますよ。ね。ちなみにね、ちょっと読んでみますとね、はい、キャプテンさんからのね、最新コメント。D は必死でミキサーするのだ。これでいいのだ。バカボンのパパより。ね、こんなのね。たくさんいただいてます。ね。ね、そしてもう今日も残り時間がですね、あと11分。早いね。ね。早いですね。じゃあ、ね、次はね、猫の大吉さんから、せっかくね、リクエストいただいてますので、ライアン・ライムズの How Do I Live いきたいと思います。あ、これからだとローズいいね、つながりやすい、ね、いいね泣けるよ放送延長熱烈希望ありがとうございますねえ、もうね、これがね、ミッドナイト、ミッドナイトになると、あ、そうなんですよ、もっとね、ちょっとそれ今ならなくて、うん、食うか、うん、本物を食うか、セットストリームみたいな、さすがにそのまんまはくれないですよね、ね、FM ギノワンさん的に問題ありですよ、セットストリームシレッとしてね。シレットストリームだよね。あ、そうだね。シュレッターみたいだね。ドンキホーテ。ジェットストリーマーターン。アタックついてれば違う番組か。そういうことですね、大吉さんね。ね、カナさん、タキさんの独断で OK! いいなぁ、いい曲いっぱいありますよね、本当にね。うん、こういう曲を僕がもう本当20代ですかね、うん、の頃はもう車でずっと流しながら夜当てもなく走ってましたね当てもなく、本当に当てもなく、うん、当てもなく行って山の中入って行って、うん、誰も住民がいなくなった村の跡とかに出てしまって怖い思いもしましたけどなんか出てきそうだね、危ないですよ夜中、本当に内地の、ね、山の中を走り回るのが危ないです、怖いところ出ますね。勝手にね、気持ちよくなってたいい雰囲気からね、一転してね、ゾンビが出てきそうなところで顔面蒼白みたいな、本気で八幡村みたいなところに到着しますからね、やばっ、いいな、こんなの大好き。来週のこの時間はカン&タッキーのジェットストリームアタック洋楽リターンズをお送りいたしますいいな、いいですかね、いいねですかね、ひろきさんアタック、うん、アタックなんだ、アタックって言うよね、え、さあ、アタックうん、だからちょっとそれがアタック洋楽リターンズ、エイリアンリターンズみたいな、エイリアン、うん、マーズアタック、うん、っていうすごいちょっと痛い映画がありましたけどね、あ、映画館に見に行く映画じゃないなと思いましたね映画館に見に行っちゃったんですよ、マーズアタック、ね、ただの赤いパンツ履いてるエイリアン本当にこう何で来たんだろうって、うん、こういうのじゃなかったんで、こういうのじゃなくて、ただの赤いパンツ履いてるエイリアン最悪だね本当にそれがいっぱい笑って出てくる、うん、すんげえ厳しい、あれは人生で一番後悔した映画映画館、これは何、かわいいねこれなんだこの人、だからこの間トマトだったよね、うん、キャラいろいろ変わるんだもんね、かわいいね、いろんなのあるんだ、たくさんいろんなのありますよ、これ 短曲でしたよね、6分55秒で、ローズは何分あります？3分35秒、うん、どういうことは3分喋れるな、3分も喋れるかな、これ今日そのまんま、はい、曲明けそのまま喋り、はい、はい、
私鍋をいただきました。番組冒頭で、鍋花火。あ、花火ね。うん、鍋。あ、なんかこうちょっと変わったな。鍋いただきましたっつったからなんかもう現実的だってびっくりした。ジェントストリーム。アタック。祭りじゃん。うん、番組冒頭でアタックをエコーを聞かせて叫ぶ。アタック、アタック、アタック。エコーは使っておりませんみたいな。アタック、アタック。お前元気だな。うん。ラジオの時は元気です。はい。いい曲ですね。ね。なんで曲かけお前こんな暗いんだみたいなね、大丈夫ですかね僕ね僕大丈夫かみたいななんかでもジーンときたよねえ、はい、ライアン・ライムズの How Do I Live、 ね、猫の大吉さんからのリクエストをお送りいたしました、うん、今日はすごいなんかしっとりしてていいですね。心地いいね。心地いいですね、うん、ねえ、うん、もう心地いいしさ、もうトップガンで始まったでしょ、うん、ねえ、やっぱりあの頃の曲層なんでしょうかね、うん、こういう時代はあるよね。時代はありますよね、やっぱりね、うん、曲、リバーブのかかり方とかね、うんうんうん、すごいいい感じで、来ておりますけれども、ついに決定、来週第3弾第3弾洋楽また行くぜ、ね、ということで今週先週とちょっとしっとりしたのが続きましたんでね、うん、はい、来週はちょっと元気のある洋楽があればリクエストをねいただきたいと思います、うん、まあ、しっとりしたのだけで、ね、こんだけ出てきてますからね、まあ、まだまだいっぱいありますけどね、うん、愛は吐息のようにも聞きたかったな、ね、あなたが聞きたいのはね1曲しか流してないからね、リッチュレイチも聞きたいな、ほぼ却下してますからね、はい、ね、あ、プルカリさんロック元気よくなってます。ロック、あ、そうですよ、ロックいいですよね、ロックもいいな、ね、激しい曲、ボンジョビ、エアロスミス、いいですね。あ、ボンジョビもいいよね。ボンジョビいいですね。先週出てたんですよね、ボンジョビっていう話ね。ね。そうですよ、ボンジョビもね、来週ちょっと行きましょうよ。ぜひぜひ。ね。ボンジョビ。そうです、そうです。うんうん、ね。まあ、ひろきさん、例えばどんなのを思いつきます？僕はやっぱりクイーンとか、はい、クイーンのドントストップミーナウとか、結構テンション上がるかなと。はい、上がりますよね。はい。あとね、レディオガガとかも好きなんですよ。あ、はいはい、レディーガガじゃないですよ。わかりますよ、はい、レディーガガはね、はい、まあ、レディーガガもちょっと上がるんじゃないですか。上がりますよ、だから、はい、ちょっと年末ぐらいにねゲストで来てもらわないとかという話が出てましたけどねね、はい、呼べるのかね、僕多分ですけど、うん、レディーガガここに自家用で来るんじゃないですか、この今空いてる、あ、空いてるスペースにね、はい、自家用のヘリで来てもらって、でそこから窓から入ってきてもらって、上がってもらってこっちからだと多分この警備が手薄なるんで、この窓ぐらいのところから来てもらって落ちるのは別にいいんですね。いやでもだから金があるので、ええ、落ちないようにこうなんか飛行機のあれがあるじゃないですか、このタラップ的なものをそのままこっちにガチャってガチャってやって、で窓から入ってきて窓から出ていくっていう、あ、いいですね、帰るとき僕も一緒に乗っていこうかなね、そんな感じでいいんですかね、いいんじゃない、まあもう、うん、レディーガガ次第です、レディーガガ次第ですね、はい、はい、ガガ様次第ということでさあローズが回ってるぜ、さあローズが回ってますよ、ミスタービーン、ん、なんでよ、はい、すいません脱線しました。で今日もねもう残りね2時50分じゃない2分50秒もう大変なことになってますね僕ね、キャプテンさん、猫の大吉さん、ブルガリさん、そして、AKB ファンさん、南の島の海賊船の船長さん、はい、ね、皆さんリクエストありがとうございました。ということでね、もうベッドミドラーのザ・ローズを聞きながら今週お別れしたいと思います、はい、ね、今週もありがとうございました、はい、今週もちょっとストリームをお聞きいただきありがとうございました、はい、ローズたまに映画の主題歌でした、あ、映画の主題歌にもなってると思いますよ。何の映画ですか、分かりません、その辺はね、猫の大吉さんとかキャプテンさんが詳しいですブルガリさんとかね、何の映画の主題歌とか、お疲れ様で、ありがとうございます、 ありがとうございます、花火いっぱい上がってるよ、ね、D、今日は面白いじゃねえか今日はなんじゃ限定、お疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、ミスタービッグ、違うか、いい歌ですよ、
ザ・ローズ、あ、そっか、ザ・ローズって映画そうだ、だからシンプルだからだよ、その雰囲気じゃないけど、そうですね、うん、いい曲ですよ、本当にいい曲ですよ、だからあの、あ、クラッカーすげえ、うん、クラッカーこっちで来るさ、ガソリン花火花火来ましたダーンダーンまた来た来た、ちょっと余談していい？いいよ、いい歌だから 聞いて言いたいんだけどさ、うん、なんだい、ラブって歌があるんだけどさ、誰、レターメン、んー、あれもすごいシンプルなわけよ、うん、でシンプルだからなんか単調なわけさね、はいはい、それをだから聞かせるっていうのが、うん、すごくローズもだから同じなわけ、そういう、まあ単調って言い方が少しあるんだけど、まあ特別ね盛り上がり抑揚っていうのはそんなになくね、そうそう、だけどいい歌っていうことなんですね、うん、時間がもうなくなっちゃった、あ、最後までお届けできません、皆さんありがとうございました、皆さんありがとうございます、ほらいっぱい花火ありがとうございます、皆さん今日もありがとうございました、ありがとうございました、来週もまたよろしくお願いします、大丈夫かじゃあ追加終了します、ありがとうございます。